建国神廟、建国神廟は、満州国の建国の元神とされた、アマテラス大臣を祀った宗教施設。満州国皇帝の帝宮内にあった。1940年、安則七年創建。1945年、安則十二年廃絶。日本の、いわゆる国家神道上の神社とはされなかったが、祭神をはじめ、 建物の構造や儀式等は神社そのものであった。建国神廟は1940年安典7年満州国主と新京特別市の満州国帝区内に創建された。祭神は日本の皇室の祖神とされるアマテラス大臣。アマテラス大臣は満州国建国の元神ともされていた。1940年 安則七年七月十五日の復業、建国新病鎮座祭が取り行われ、アマテラス大臣の神み下ろしが行われた。その後、満州国皇帝、府議は文部百官を集め、一心、噛むながらの道を国の基本とする国本伝証書,書を宣布した。また、建国新病の祭祀、運営を所管する皇帝直令機関として、同日付で祭司府が、 新たに設置された。最終副総裁には、満州国産義父副議長で、元日本陸軍中将、この絵師団長の橋本虎之助が任命された。建国神病の創建は、不義の発案とされる。1935年、安典2年の初訪日で、不義は、日本皇室の影響を大きく受けるとともに、昭和天皇の意向と一体化することで、日本軍人、 官僚勢力に対抗しようとした。その中で、アマテラス大臣への系統を強めていった。1939年、安森六年、昭和十四年秋、満州国政府は、非公式に日本の区内省に対して、アマテラス大臣の心病を定級内に混流する考えがあることを伝えた。区内省は、陸軍省と協議して、細部を詰め、 1940年、昭和15年6月21日付の外務、大臣宛て公文で正式に、満州国から日本政府に要請したことにより、内閣で閣議案の作成に着手した。内閣には、アマテラ大臣を他国の提休で祭ることに消極的な意見もあったものの、同年6月29日に、満州国権国心病僧権に関する件を閣議決定し、 即日、外務省を通じて、満州国政府に伝達した。この閣議決定では、満州国政府からの公文で伝達された、事故、建国神病の創建、天マ大臣の奉仕、建国中霊病の創建などへの協力を承服し、関係各省で研究の上、適切な措置を取ることなどを決めた。昭和天皇は、満州国が天マ大臣を祀ることに、 あまり気が進まなかったとされ、中国には古来、祭典の信仰があるから、天を祀るのが妥当ではないかと言ったという。建国神廟の玉城、神体は紐付きの白銅製丸鏡である。当初は天皇からの心境の歌詞を宮内省に申し出たが、天孫降臨の事実とに通り人を手受諾し難、意図して断られ、次に皇大神宮、 伊勢神宮の分礼を受けたいと申し出たが、これもく内省に断られた。結局、満州国皇帝が持参した鏡に対し、伊勢神宮で所定の終罰、お払いを行うことに落ち着いた。そこで、満州国は、鏡を、京都の業者に調整させた。1940年、安典7年6月、満州国皇帝が、後期2600年祝賀のため来日した際、 完成した道教を持参して、伊勢神宮、内宮を訪れ、皇帝立ち合いの下、カグラ殿でカグラをそうして終罰した。終罰を受けた道教は、満州国に持ち帰られ、帝宮内の神病に安置された。また、皇帝が天皇から贈られた剣も、神宝として奉納された。第二次世界大戦後、剣は、最死不総裁の橋本虎之助が保管していたところ、赤軍、 ソビエト連邦軍が没収した。また鏡は、引上げ者と共に、博多港に上陸。博多引上げ援護局の確認後、行方不明となっている。社殿は、同伴武器木造の権限作りで、内陣、祭祀殿、廃殿で構成されていた。建国神廟は、満州国版、伊勢神宮という位置づけで創建されたが、日本の宮中三殿のように低級内にあるため、 一般人が参拝することは事実上不可能であった。この定休内の神廟は当初仮神廟とされ、後日定休外に一般の参拝もできる神廟の造営に着手することとされた。なお、この社殿は日本が1942年、昭和17年に発行した満州国建国10周年記念書のうちに千切手に描かれている。1942年、 安則9年7月15日、新たに新京特別市、上月区並びにその付近の地域を、建国神廟増営用地として事情し、建国神廟を移転する計画が発表された。同年12月21日の、建国神廟増営関係地域に、関する件、安則9年12月21日直例、第249号及び、建国神廟増営関係地域。 安則9年12月21日国務院、津毛大18号で、上月端を中心とした、新京特別市、吉林省長春、道春両県にわたる2万3千0丁部、約230キロ平方メートルの広大な地域を、新病関係ご造営地と決定し、清七、新域とするため、新京特別市長または、県庁の許可なく、工作物の新築、 増改築を禁じたほか、土地の現状の変更、立ち木の伐採、広告物や看板に類する物件の設置を禁じたが、具体的に造営することなく、満州国崩壊に至った。祭司は、建国新病祭司令、安森7年7月15日直令外181号に基づき、皇帝が自ら主催する大祭り、皇帝の参拝が行われる中祭り、月壇祭、 毎月1日、月例祭、毎月15日などの小祭りが定められた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。